現在、日本主導で開発が進む次期戦闘機開発計画については、軍事マニアの間では外せない話題だよね。2035年の配備開始をめどに F2 戦闘機の後継機、F3 の開発が進んでいるね。かつて、日本の戦闘機開発で最もネックとなっていたのは、ジェットエンジンの開発だったが、今では IHI 社が牽引して開発に尽力しているみたいだぜ。期待するなっていうのが無理な話だよね。さて今回はそんな日本独自の最高技術の粋を集めたジェットエンジンについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本が初めて開発した戦闘機は、F1 支援戦闘機戦闘攻撃機だけど、これには、英国ロールスロイス社製のジェットエンジンが搭載されていたんだ。その後、F2 戦闘機の開発計画においても日本独自のジェットエンジン開発は、当時の技術では成し得ることができず、米国にジェットエンジンの提供を依頼することになったよ。しかし、当時の日米貿易摩擦の影響もあり、米国は日本へのジェットエンジンのみの提供を拒否して、結局は、日米で米国が圧倒的に有利な、屈辱的な内容の開発契約を結ぶことになったってわけ。このように戦闘機開発において、ジェットエンジンを独自開発できる技術があるのかどうかが、その国が戦闘機を独自開発する立ち位置にあるのかの決め手となるんだよね。そして、今までの日本は、残念ながら戦闘機を独自開発する立ち位置にはなかったんだ。そのような状況の中、F2 戦闘機の後継機 F3 の検討が2010年頃より始まり、防衛省は IHI 社に2010年に5カ年計画で次世代エンジン主要構成要素の研究を委託したよ。さらに2013年以降、戦闘機エンジン要素の研究、戦闘機用エンジンシステムに関する研究を順次開発委託していき、2018年6月には、XF91 と呼ばれるプロトタイプエンジンが、IHI から防衛省防衛装備庁航空装備研究所へ納入されることになったね。ちなみに、この XF9 が開発されるまでに前身となるエンジンが存在していて、それは、XF5 と呼ばれるエンジンで、このエンジンも防衛省当時防衛庁が IHI 社2995年度から、開発契約を結んで開発を進めたエンジンであり、1995年は F2 戦闘機当時は支援戦闘機の初飛行の年でもあるぜ。防衛省としても F2 戦闘機の屈辱的な契約内容には忸怩たる思いがあったようで、F2 戦闘機を開発している最中にありながらも、すでに F2 戦闘機の後継機開発に向けた動きを進めていたようだな。このように XF9 は1995年から開発を進めていたエンジンの集大成といえ、開発開始からプロトタイプの納入まで23年越しの成果物でもあるんだ。この XF9 は、F15 戦闘機に搭載されている、米国プラット&ホイットニー社製 F100 エンジンと同等のサイズであり、性能確認試験において、アフターバーナー作動時には15トン以上の推力を発揮し、アフターバーナー未使用時でも11トン以上の推力を確保しているよ。これにより、XF9 の開発要求は達成したことが確認され、そして、この XF9 の開発コンセプトは、ハイパワースリムエンジンと呼ばれるものだね。このコンセプトは、開発中の第6世代である次期戦闘機は、ステルス性能を高めるために大量のミサイルを機体内部のウェポンベイ爆弾蔵に収納する必要があり、機体内部の容積がウェポンベイにより逼迫することになるんだけど、そのため、機体内部に占めるエンジンの容積を小さくするために大出力でありながらも小型のエンジンが必要となったってわけ。次期戦闘機の仕様については、すでに公表されているデジタルモックアップ 3D データを活用して、実物大の試作品を制作せずともデザイン検証や評価を行える技術等を確認する限り、大型の総発戦闘機となっているね。そのため、現状の XF9 をさらに高性能化する必要があり、具体的には、より小型でありながらも高出力化を推し進め、さらに最新のアビオニクスを搭載し、高出力レーダーも装備するために大容量の発電力、運用コストを削減するための低燃費化も求められているよ。次期戦闘機の開発体制については、開発主体は三菱重工業が担当し、XF9 を開発した IHI、T4 練習機や P1 哨戒機などを開発した川崎重工業、陸自の次期多用途ヘリコプターも開発しているスバルが機体開発に協力するんだ。レーダー類や電子機器の開発は、三菱電機や東芝、富士通、NEC などの国内大手電機メーカーが参画するようだな。日本の名だたる企業が一致団結しているんだね。スポーツでいうところの日本代表ってわけだ。そして、
開発をより円滑に進めるために海外企業とも提携を進めることとなり、F-22 や F-35 などの最新鋭ステルス戦闘機を開発した、米国のロッキード・マーティン社が選定されているよ。ただし、このロッキード・マーティン社には日本はかなりの因縁を持っているんだよね。過去、田中元総理大臣が辞任する原因となったロッキード事件を起こした企業だし、ロッキード・マーティン社製 F-16 戦闘機をベースとした F-2 戦闘機の開発で、日本に不平等契約を結ばせ、日本が手出しできないブラックボックスだらけの F-2 戦闘機を作り上げた因縁深い企業なんだ。この F-2 戦闘機の開発には、日本は巨額の予算を計上したんだけど、契約で、日本が得た技術は米国に全て開示する義務が課せられた反面、米国の技術開示は極一部に止まったんだよね。巨額の欠税を投入して得られた技術は、特に根幹に関わる技術で得られたものは皆無に等しいものだったみたい。そのため、今回の次期戦闘機開発でも技術提携するのがロッキード・マーティン社となったことには、不安の声も多く聞こえているんだけど、当然、そんなことは当事者であった防衛省も痛いほどわかっているはずだよ。今回の次期戦闘機開発では、ロッキード・マーティン社だけではなく、米国以外の国の企業にも共同開発に向けた調整を進めているんだ。そして、現在、ロッキード・マーティン社以外で最も協力関係を築けているのが、英国のロールス・ロイス社と BAE システム社だね。英国でも日本と同時期にテンペストと呼ばれる第6世代戦闘機の開発計画を進めており、同じく第6世代戦闘機を開発する日本とは、時期も似通っており協力関係を結びやすい状況にあるってわけ。そして、BAE システム社とは、レーダーやアビオニクス関連での共同開発を進め、ロールス・ロイス社とは、エンジン開発において共同開発を進めていくことが、2021年の G7 首脳会議内で会談した菅前総理と英国ジョンソン首相との間で言及があり、現在最終調整が進んでいるよ。エンジン開発において共同開発を行う予定の英国ロールス・ロイス社は、日本では高級車のメーカーとしての側面の方が有名ではあるが、世界有数のジェットエンジンの開発製造メーカーでもあるぜ。そして、日本政府はこのロールス・ロイス社との共同開発は、技術支援を主軸としたものではなく、日英で共同開発したエンジンを海外へ輸出することで、エンジンコストの削減を狙っているのではないかとの憶測も流れているな。エンジン開発において世界的には後進国である日本製のネームバリューでは、他国でのセールスは難しいものがあるため、ロールス・ロイス社の知名度を活かして、世界へ販路を広げようというんだろうね。そうすれば、エンジンの生産数が増加するために導入コストは低減するし、保守部品の確保も容易になり、整備コストも削減できるから。財政が厳しい日本において、高性能でも高価な戦闘機は数を揃えられないもんね。だからこそ、少しでもコストダウンを図りながら、高性能でありながらも、コストパフォーマンスの優れた戦闘機を開発しなければならないってわけ。このように日本において次期戦闘機のエンジン開発は、比較的順調に進んでいるけど、それに対して中国の軍事メディアが記事にしていたみたい。中国はジェットエンジンの開発には成功しているが、中国国産の第5世代戦闘機である J20 戦闘機の配備を進めていく上で、この搭載するエンジンの不調に悩まされているようだぜ。もともと、旧ソ連製のエンジンをベースに開発を進めていたが、日米欧が開発するエンジンの水準には達していないようだしな。そのような中で、中国の軍事メディアは、日本が開発する XF9 の開発が順調で、アフターバーナー使用時の最大推力が15トンに達し、燃焼機の出口温度が1800度に達する高温にもかかわらず、それに耐えられることに注目しているよ。そして、XF9 は米国の F-22 ラプターに搭載されているエンジンである、世界最高性能の F-119 エンジンにも匹敵するエンジンであるとしており、日本製エンジンの優位性を報じているようだね。しかし、これは、中国のエンジン開発が遅れていることを周知することで、より中国がエンジン開発に注力すべきであるという意見表明でもあるのかも。ただし、中国では2018年頃には第5世代戦闘機に搭載可能な性能のエンジン開発は完了のめどが立ったようだし、中国製エンジンを搭載した J20 を2021年までには150機、2025年までには200機を配備すると言われているよ。このような中国の第5世代戦闘機の配備状況に対して、航空自衛隊の第5世代戦闘機は、F-35A を105機1機墜落により損失、艦載機型の F-35B を42機購入する計画となっており、
合計で墜落した1機を除けば146機、第5世代戦闘機のようで、日本は中国に対して劣勢となるんだ。そこで、日本は質で対抗するために第6世代戦闘機の開発、及び配備を早急に進めなければならない状況ってわけ。なお、現在世界で進む第6世代戦闘機の開発計画は、英国のテンペスト、フランス、ドイツ、スペインの3カ国が共同開発する FCAS フューチャーコンバットエアシステム将来戦闘航空システム、日本の次期戦闘機であり、それぞれ実現の可能性は高いものとされているぜ。そのような状況の中、中国は有人機による第6世代戦闘機開発は早々に諦め、無人機開発に注力していくとされているな。中国では、第5世代戦闘機である J20 に搭載するエンジンの開発には成功したものの、第6世代戦闘機に搭載可能なエンジンの開発には至っていないみたい。そのような中、中国ではドローンや AI 技術の進展が著しく、それによって有人機開発から無人機開発に舵を切ったのかもしれないね。今後、有人機開発、無人機開発と次世代戦闘機開発には多くのアプローチを各国が成していくと思われるけど、そのどれが第6世代戦闘機の主流となるのか、注目していく必要があるだろうね。そして、日本が開発する次期戦闘機が、次世代の主流となりうるのか、日本の将来がかかる重要なプロジェクトと言えるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。中国空軍の最新鋭戦闘機殲20 J20 について、みんなは知っているかな？いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機で、中国での愛称はマイティドラゴンと呼ばれ、2017年3月に運用が開始されているな。中国はドラゴンの印象が強いよね。ステルス機でドラゴンはちょっと主張が強い気もするけど。そうだな。第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用が開始された F-22 ラプター、2015年7月に実用化されたアメリカの F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング2に次いで、世界で3番目のステルス戦闘機だったよな。その通りだね。さて今回は、そんな中国の最新鋭戦闘機 J-20 について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。世界の第5世代戦闘機とされているのは、2022年6月現在において先ほどの3機種。F-35 には派生型として通常離着陸型の A 型と艦載型の C 型が追加されているの他には、2020年12月に運用が開始されたロシアのスホイ57だけなんだ。2022年3月にアメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官が、ミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューの中で、F-35 と J-20 が遭遇したことについて語っていて、それによると、東シナ海においてアメリカ軍の F-35 形式は不明が飛行中に、中国空軍の J-20 と遭遇して交戦寸前の状況まで接近したことがあるとし、F-35 のパイロットの報告によって J-20 の性能と中国軍パイロットの連動について、想像していた以上に高いものであったとしているみたい。また、その際に付近には中国空軍の早期警戒管制機 KJ-500 空K-500 も飛行していて、それらの間で統制の取れた行動を見せていたことに驚いたとして、中国空軍の実力を侮ることなく正しく評価した上で対抗策を講じるべきと指摘したんだって。中国は連動まで上げてきたんだね。ますます注意が必要だ。そうだね。なお、ウィルスバック司令官は J-20 の運用については、J-35 のような対地、対艦攻撃能力も合わせ持つマルチロール機となるのか、あるいは F-22 のような制空戦闘機となるのかとの判断は、時期尚早であろうとしているようだね。J-20 は中国航空工業集団工司の一つである成都機器工業工司で開発されたことから、ジェングダ成都 J-20 とも呼ばれていて、中国の軍事マニアの間では次第中国語でリボンを意味するとも呼ばれているよ。これは、第5世代機の中国での呼び方である4代機の次第と次第の発音が似ていることと、これらの J-20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が、薄く平らなリボンのような形状をしているものが多いことに由来しているんだよな。そうそう。J-20 の開発は1990年代に始まり、2010年の末に成都機器工業工司のテスト飛行場敷地内で地上走行試験が実施されたことが確認され、飛行式の軍人関連ウェブサイトに機体の醸造が掲載されたことで、その存在が広く知られるようになったんだ。2011年1月には初飛行に成功したんだけど、その機体が電波吸収素材の塗装が確認されたことからステルス性の高い機体であることが確認されており、そのレーダー反射断面積 RCS は 0.025 平方メートルと推測され、この数値はアメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトホークと同程度であり、
F35 の RCS が 0.0015 から 0.005 平方メートルで F22 も 0.0002 から 0.0005 平方メートルであることと比べると、ステルス性能では若干劣ると見られているよ。2016年11月1日に広東省の樹海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初めて公開され、2機の J20 によるデモンストレーション飛行が実施され、中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを内外にアピールしているね。また、2018年9月には J20 が量産体制に入り、年間40機のペースで製造されると報じられ、2019年から東部戦区に配備が始まったとされているよ。なお、第5世代ステルス戦闘機では世界で初めて複座型が製作されていて、後席の乗員はロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際の完成を行うものと見られているぜ。J20 の初舷って把握できてるの？現時点で推定されている J20 の初舷は、全長 21.2 メートル全幅 13.01 メートル全高 4.69 メートル空挙重量 17,000kg。最大離陸重量 36,300kg 実用上昇限度2万メートル最高速度 2500km 毎時最大航続距離 5900km とされ、総発のエンジンは初期型においては、ロシア製デスホイ27フランカーに搭載されている、サプールン AL31FM に最大推力 145kN を搭載していたんだけど、2021年9月に行われた航空ショーで国産エンジンの WS10C 最大推力 147kN が搭載された J20 を飛行させ、このタイプの J20 が量産体制に入ったことをアピールしたんだ。中国では J20 用エンジンとして WS15 最大推力 180kN の開発を進めているんだけど、それが難航しているために、すでに開発済みであった WS10 の推力を引き上げ、魚市場のステルスノズルを備えて J20 に搭載して、2023年の完成が予想されている WS15 実用化までのつなぎとしたってわけ。しかし、WS10C には推力変更ノズルが搭載されていないために、空中機動性において F22 より劣るとされ、中国では2022年から WS10C に推力変更ノズルを搭載するアップグレード開発が進められているとして、香港のサウスチャイナモーニングポスト CSCMP が報じているよ。また、J20 のセンサーにはアクティブ電子操作アレイエーサレーダーが搭載されているんだけど、このエーサレーダーは2000から2200個の送受信モジュールを備えていて出力電力は 24kW 達するとされているんだ。この数値は F22 が搭載しているエーサレーダー ANAPG77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているため、J20 に搭載されているエーサレーダーは ANAPG77 より探知距離が長いのではないかと見られているよ。また J20 には、F35 に搭載されている ANAQ37EODAS によく似た分散開口システム DAS が採用されており、機体の各部に複数のセンサーを備えているほか、機種の下面には F35 と同様に電子光学照準システム EODAS を備えているんだけど、F35 の EODAS86 が空対空空対地赤外線捜索追尾機能を結合しているのに対して、J20 の EOTS は空対空目標の補足照準に比重を置いていると見られているね。ちなみに、J20 の1機あたりのコストは1億1億から2000万ドル約132から160億円と言われているが、2000年代の初頭では4億5000から5億元約88から98億円とされていたもので、それは開発過程において大幅にコストが上昇したことを意味しており、推定されている研究開発費は約300億元約6000億円以上であろうと見られているぜ。F35 のコストは、直近で導入を決定したフィンランドが1機あたり、約7300万ユーロ93億円で購入するとされていることからすると J20 はかなり高いんだけど、量産体制に入ったことで現在では多少は下がっていると思われるよ。また、日本が購入する F35 の価格が1機約130億円と J20 並みの価格となっていることを、アメリカの言いなりになってカモにされているのではないか？などとして批判する声が、左翼政党や左翼メディアなどから上がっているんだけど、これは日本での F35 の製造に国内企業を絡めたことが要因となっているんだよね。防衛省は主力戦闘機採用の条件として、国内企業に機体やエンジンの生産、整備を部分的に任せることを挙げており、F35A を選定するにあたっては、アメリカ政府とロッキード・マーチン社が機体の最終組み立てや検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに日本企業が参画することを認めているんだ。
この条件を付加するのは、国内企業に仕事を与えて国産化を目指す、次期戦闘機の開発に必要な技術力を維持することを目的としているためであるが、そのことで新たな設備投資やライセンス獲得費用も必要となり、そのための経費が調達価格に上乗せされているってわけだな。そういうこと。そして、J20 の研究開発費が約300億元約6000億円以上とされていることに関して、2035年から退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として防衛省が開発を進めている、航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることに批判が上がっているよ。しかしながら、これについては過去に多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ、第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているんだから、F16 ファイティングファルコンを母体として F2 を開発した経験しかない日本が、次世代第6世代とされる戦闘機を開発するのだから当然とする見方があるんだ。自衛隊の装備品をすべて国産化して、調達を世界情勢に左右されないようにすることは国防上必須であり、特に高額な装備品である戦闘機の国産開発製造は重要で、国内企業の防衛産業離れが問題視されている現状を踏まえ、ここは多額の投資によって国内企業の防衛産業参画を促しておくべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2021年10月14日、白鯨潜水艦の進水式及び任命式が開催されたね。毎年潜水艦の進水式を行う計画があるそうだが、今回は太平型2番艦の進水式となったわけだな。親潮型潜水艦はまだ現役で活躍中だし、レベルは中国潜水艦より上だから、まだまだ職務遂行は可能な潜水艦だよね。どうするんだろ？あえて言えば、中国の侵攻に脅かされている台湾へ売却という道もあるのかもしれないが、そんなことをしたら国際的に物議を醸し出しそうだもんな。難しいところだよね。さて今回は、この白鯨潜水艦の進水式と新しい性能について紹介したいと思うよ。それじゃあ行ってみよう。海自の最新鋭通常動力型潜水艦太平型2番艦の進水式が川崎重工業神戸工場で行われたよ。名前は海の生物クジラにちなんで白鯨と付けられたね。この名前については以前から推理する人が多かったみたい。太平型潜水艦のネームシップはやはり太平で、旧帝国海軍の潜水母艦太平跡に空母雄鳳という名前だったから、今回の2番艦は同じく潜水母艦神鯨花鳥鯨になるのではないかと予想されていたとか、しかし海上自衛隊内で募集が行われ、かつて軍艦の名前として使用された実績のない白鯨に決まったってわけ。余談だが、日本は捕鯨大国として世界トップの漁獲量を誇っていた時期があったぜ。捕鯨は江戸時代にも盛んで、肉はもちろん、骨から皮、油まで全てを利用していたんだ。クジラが日本人の生活に溶け込んでいた時代が確かにあったってわけだね。ところが外国がクジラに目を付けるようになると、クジラの数が減っちゃうんだよね。外国の人はもっぱら油を利用しただけで、他のものは廃棄してしまったから、近年、クジラをそんな使い方をしていた外国が捕鯨は残酷と言い出し、商用捕鯨を禁止に追い込み、今や調査捕鯨に関してもことあるごとに難癖をつけてくるのは皆も知っているよね。おかげで、和歌山県の太地町や宮城県の女川町など捕鯨で生計を立てていた町の人たちは、生計の道を変更せざるを得ない状況になってしまったんだ。いずれにしてもそういった歴史があるからなのか、世界最大の哺乳類ということもあるのだろうけど、日本人はクジラが好きなんだろうね。話を戻すと、白鯨は進水式後も川崎重工神戸工場で約1年の偽装工事を行い、2023年3月、海上自衛隊潜水艦として就役する予定と言われているよ。一番艦太平はこの川崎重工業工場の近くの三菱重工業神戸造船所で建造されたんだ。来年2022年3月に就役することになっているから、これによって海上自衛隊の潜水艦は防衛大綱に定められた22隻体制になるってわけ。
今後は太平型が就役するたびに旧型の親潮型潜水艦が随時退役していくことになるんじゃないかな。太平型潜水艦は、前型の双竜型とほぼ同サイズだけど、静粛性に優れていると言われているね。その静粛性をよりアップさせるために浮き課題を採用しているみたい。艦内の甲板を外角から浮かせることによって、乗組員の足音までも低雑音化し、対衝撃性もアップさせる構造になっているんだって。また外角には双竜型で実績がある音波吸収材や反射材などの装備をより発展させ、最適化しているから、逆探知を防ぐ能力もかなり向上しているらしいよ。火事としては、双竜型にも使われている X 火事を使用しているね。この X 火事は潜水艦の火事としては長所が多く、水中でも機動性が保たれるんだって。この潜水艦は福利厚生の面でも充実しているんだってな。以前は潜水艦へは女性自衛官を配置するには制限があったらしいが、ジェンダーフリー時代というわけか、この制限は解除されたぜ。それに伴って艦内居住空間内にパーティションを置いて女性用の区画を確保しているらしい。もちろん女性専用寝室やシャワー室なども整備されたみたいだな。時代に合った潜水艦ってわけだね。そうだね。そして、何より日本独自の潜水艦建造技術として、水中での動力源にリチウムイオン蓄電池を採用したことが太平型の大きな特徴と言えるよ。リチウムイオン蓄電池は鉛蓄電池と比較するとエネルギー密度が高く、高出力を長時間維持できる性能があり、繰り返し放充電回数も 1.5 倍以上、充電が満タンになるまでの時間も短縮されたという特徴があるんだ。こういったメリットは潜水艦を運用するには有利な点が多いことは言うまでもないよね。鉛蓄電池と違って水素ガス発生の危険はないから、乗組員を守ることができるとあって、簡単に言うと良いことずくめというわけ。リチウムイオン蓄電池は世界に先駆けて、双竜型11番艦を OU と12番艦等 OU に採用されたんだ。その性能と安全性は確認済みということだね。と言っても双竜型はもともとディーゼルエンジンと非待機依存推進システム AIP であるスターリングエンジンを搭載し、水中で鉛蓄電池を使用する方式だったから、OU、東流ではスターリング機関を外したけど、リチウムイオン蓄電池の性能を十二分に発揮させる設計にはなっていなかったんだ。スターリングエンジン用に設計されたわけだから、リチウムイオン電池とは構造が異なっていたんだろうね。その天体芸型は設計時リチウムイオン蓄電池を搭載する予定になっていたから、性能を最大限に引き出すことができると思われるよ。太平型は給排気効率を高めるために設計された新しい高性能シュノーケルマストが装備されているので、短時間でリチウムイオン蓄電池への充電が可能になるんだ。その結果、スターリングエンジン搭載の双竜型より充電時間は短縮され、かつ長時間の高速潜航も可能になったってわけ。それだけではなく、太平型潜水艦にはこの他にも最新開発テクノロジーが盛り込まれているんだよな。光ファイバー技術を利用した高性能ソナーシステムを設置したことで敵艦探知能力が向上したし、TCM トーピードカウンターメジャーと呼ばれる潜水艦魚雷防御システムなども装備されているらしいよ。兵装としては艦首上部に6門の 533mm 魚雷発射艦が装備されていて、89式超魚雷とハープーン対艦ミサイルが発射可能となっているんだ。太平型潜水艦は現在5番艦まで建造予算が計上されているんだけど、この先も年に1隻の計画で建造される見込みだよ。当面は前述の通り、親潮型潜水艦を順次退役させながら太平型を追加して、合計22隻体制を維持していく方針とされているんだけど、親潮型潜水艦は海事では旧式扱いとなっているものの、世界レベルで見るとまだまだ1000級の通常動力型潜水艦なんだ。中国の原潜と比べても作戦場面によっては引けを取らないと推測されるね。そんな潜水艦をこのままむざむざと退役させて解体してしまうのはあまりにももったいないので、予算が許すのなら稼働可能の状態で保存しておいて、一朝有事の際には現役復帰措置を検討してはどうかという意見があるみたい。または、他国に渡せない機密部分のシステムやパーツを無難なものに置き換えて、東南アジアやアフリカ諸国など自力で潜水艦を開発建造することができない国に輸出して、外貨を稼ぎ少しでも新艦建造経費の足しにするという柔軟な対応も検討しておくべきではないかと思われるよ。おそらく親潮型潜水艦は、某隣国の信頼性が怪しい潜水艦よりは高性能だろうから、軍備をこれから備えようとしている後発国からは我もと大モテになるに違いないんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。
今日のテーマはみんなもよく知っているお茶についてだよ。確かにお茶って毎日飲むよね。うんうん、お茶には様々な種類があるよね。代表的なので言うと、紅茶、緑茶、ウーロン茶だな。その茶葉なんだけど、実は同じ茶葉からできているんだ。そうなの?そのお茶たちは何が違うのかな?実は発酵度の違いで分けられるんだ。緑茶は不発酵茶、ウーロン茶は半発酵茶、紅茶は発酵茶に分けられるんだ。発酵具合が違うと、味や香り、色以外にも、お茶を入れた際に抽出される成分も変わってくるらしいよ。なるほど、だから味も香りも変わるんだな。ちなみにほうじ茶は何のお茶の種類だと思う?色的に言ったら、ウーロン茶かな?実は、緑茶の種類なんだ。え、そうなの?なら発酵してないんだね。それがね、全く発酵させないんだ。全く、わからなくなってきたぜ。まあまあ、そう言わず最後まで聞いてくれよ。その製造方法は、焙煎しているんだ。ふん、なんかお茶によって色々な方法で作られるなんてお茶も深いね。そうなんだ。なら今日の雑学は終わりだよ。また見てね。おい、お茶。何言ってんだよ。日本が立地する極東アジアは、世界有数の軍事力を有する国々が対立関係にある世界的にも窮地域だよね。日本にとっての主な対立国は中国と韓国になるのかな。北朝鮮も外せないよな。何にせよ、総じて過激なスタイルは否めないぜ。だからこそ、日本も比例して軍備を整える必要が出てきちゃうもんね。本当にそうだよね。さて今回は上述した部分を踏まえて、日本の最新鋭護衛艦もがみ型多機能護衛艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。軍事力ランキング2019年度版では、中国3位、日本6位、韓国7位、北朝鮮18位、台湾22位5カ国は、世界的にも上位に位置しており、中国と北朝鮮は強大な軍事力と核保有によって、周辺国 A に対して威圧を強めている状態だよね。直接的な脅威の少ない西欧諸国は軍縮を進め、軍の弱体化が進行しているけど、極東アジアは主要西側諸国とは異なり軍拡が広がっているんだ。そのような中、中国からの圧力が日増しに強まり、中国海軍に比して数的劣勢を強いられる海上自衛隊は、質的な優位性を確保するべく、沿岸防衛を担う地方隊に所属する旧型護衛艦の後継艦として、新型護衛艦の大量建造に踏み切ったよ。それが、最上型多機能護衛艦 FFM だね。最上型護衛艦は、近年の米海軍での軍艦開発の失敗を教訓として活かし、海上自衛隊の課題人員不足予算不足にも対応すべく開発された護衛艦となっているよ。米軍において、低コストかつ多目的に運用可能な軍艦として、LCS 沿海域戦闘艦が開発されたんだけど、LCS はフリーダム級とインディペンデンス級の2種が建造され、この艦は、多種多様な任務を遂行できるように複数の装備をモジュール化掃海装備対水上戦装備対潜水艦船装備し、任務に応じてモジュールを付け替えることで、5つの艦で様々な任務に対応しようとしたんだ。これが成功すれば、掃海艦などの専用艦を廃止することでコスト削減につながり、5つの艦種で多様な任務を遂行することが可能となることで、戦力の柔軟な運用が可能となるはずだぜ。この LCS の運用思想は、中小国規模の遥かに格下の軍隊に対応する場合やテロリスト相手の不正規戦闘など、低強度紛争への対応を主眼としたものだったけど、2010年代以降、実際には、ロシア軍の復権、中国軍の台頭により、
正規軍同士の高強度紛争への対応力が問われることとなり、満載排水量が3000トン前後の小型で貧弱な武装した持たない LCS は、実戦では使い物にならない代物となってしまったんだよね。さらに LCS の肝であるモジュール化した装備の付け替えについても開発費用の高騰、モジュール装備の付け替えの困難さ、設備の整った港でしか付け替えができないなどにより、実運用に耐えられるものではなく、2014年2月に LCS 建造計画は中止となったんだ。日本においては、最上型護衛艦の建造計画当初は、米国の LCS のような艦を検討していたけど、米国の失敗を目の当たりにして仕様を変更していて、米国の LCS ほどには冒険をした設計をせず、堅実な内容の設計としたんだ。しかし、堅実であるとは言っても日本が誇る護衛艦建造技術の域が集められて設計された艦だから、世界でも最先端の戦闘艦となっているよ。日本の技術力って本当に誇らしいよね。最上型護衛艦は、海上自衛隊にて運用されている DE。近海及び沿海域での防衛警備を担当する小型護衛艦阿武隈型護衛艦6隻の後継として、基準排水量3000トンクラスの護衛艦として計画がスタートしており、既存の DE よりも多様な任務に対応可能なようにコンパクトでありながらも、従来の護衛艦にはなかった多機能性に重きを置かれており、これまで使用していた艦式号の D イコールデストロイヤー駆逐艦対戦対空対水上戦闘が可能な、中型から大型戦闘艦を艦せず、新たに FFM という F イコールフライゲートイコールフリゲート艦対戦防空能力を有する、揚陸部隊や小船弾頭の護衛を任務とする中型から小型戦闘艦を艦する、今までにない新しい護衛艦として誕生したんだ。最上型護衛艦は、平成30年度中期防衛力整備計画31中期防に2隻の建造が承認され、それ以後毎年2隻ずつ建造されていき、予定では、地方隊に所属する阿武隈型護衛艦及び朝霧型護衛艦を全て代替するために22隻の建造を予定しているよ。そして、一番艦のタイプシップ最上は、三菱重工業長崎造船所において、2022年3月に偽装が終了して収益する予定となっているみたい。この F を艦する艦式号が付与された護衛艦を海上自衛隊が保有するのは、戦後米海軍から貸与されたタコマ級フリゲート艦を元として運用された。クス型護衛艦が除籍された1972年3月以来、50年ぶりの出来事となるぜ。この最上型護衛艦は、基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートルと比較的コンパクトな艦体となっており、燃費効率の高い CODAG 方式による機関を採用して最大出力7万馬力を有し、最大速力は30ノットとなっているよ。建造費については、1隻あたり約460億円で、通常の護衛艦の建造費の3分の2となっているんだ。日本は技術力は確かなものだけど、その分コストがかかっちゃうのがネックだからね。その辺を課題として取り組んでいけば、文句なしで世界トップクラスになるよ。比較として、最新の汎用護衛艦である朝日型護衛艦2018年収益のスペックとしては、基準排水量5100トン満載排水量6800トン、全長151メートル、全幅 18.3 メートル、となっており、一回り以上小型の艦隊となっているね。建造費用も701億円であり、最上型は朝日型の約 66% の費用で建造されたことになるんだ。なお、1988年に収益した朝霧型汎用護衛艦の満載排水量は4900トンであり、現在建造が進む FFM 最上型護衛艦よりも汎用護衛艦でありながら小型な艦隊となっていたんだ。これは、現有の汎用護衛艦は高性能な機器や武装を多数装備することを可能とするために大型化してしまったことが要因であり、汎用護衛艦の大型化によるコスト高が新たに FFM という艦種を生み出した要因の一つでもあるよ。最上型護衛艦の外観上の特徴としては、ステルスマストが採用されていることであり、これはメインマストとマストに設置する機器をカバーで覆うことでステルス性を高めたもので、2000年代より諸外国の戦闘艦で採用が進んでいるんだ。ミリタリーファンからは、ステルスマスト採用艦はどれも似たような艦形となっており、艦ごとの個性が乏しくなっているとの意見が聞こえ、その受けは良くないようだな。最上型護衛艦は、この他にもステルス性を高めるために、艦体全体のレーダー反射面積 RCS の低減を意図したデザインを多く採用しており、主艦体と上部構造物には傾斜が付けられており、前甲板から飛行甲板下の5端までナックルラインとなっているね。
また、上甲板における装備の配置は、これまでの護衛艦からは大きく異なっており、これまでは前甲板に設置されていた東洋病関連の機器や偽装は艦内配置とされた他に、上部構造物を両舷いっぱいに張り出すようにデザインされており、両舷に設置されていた上甲板の露天通路が艦内設置となっているよ。搭載兵装としては、62口径5インチ速射砲1門、RWS 遠隔操作式無人重火式 12.7mm 機関12機、シーラム近接防御火器1機、人7式 SSM 艦対艦誘導弾4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射艦2機となっており、後日装備予定として、マーク 41VLS16 セルを1機搭載が予定されているみたい。VLS が後日装備扱いとなったのは、建造時には搭載予定の国産の新型アスロックが完成していなかったため、新型アスロックが完成次第、VLS を装備することとしたんだ。また、朝日型護衛艦より採用された、複数の艦で共同して潜水艦を探知する機能であるバイスタティックオペレーションが可能となっており、従来探知が困難であったステルス性を有する潜水艦についても、その探知能力を飛躍的に向上させているぜ。艦載機としては、SH-60 軽哨戒ヘリが1機搭載可能となっており、対水上対潜水艦戦闘に主眼を置きつつ、対空戦闘能力は艦載砲及び近接防御火器に依存した限定的なものになっているよ。対空戦闘能力が最小限となっているのは、同艦は日本沿岸部の防衛及び警備で使用することを想定した艦であるため、敵航空戦力の迎撃については、航空自衛隊の防空能力に任せた方が理にかなっているということであると思われるね。そして、他の護衛艦にはない最上型独自の特徴として、対機雷戦能力を有していることなんだ。そのため、現在海上自衛隊が進めている、掃海部隊の削減によって生じた対機雷戦能力の低下を最上型護衛艦にて補完することを目指したものだね。最上型が有する対機雷戦装備は、対機雷戦ソナーシステムの99911が搭載され、機雷の排除には、無人機雷排除システム水上無人機 USV と機雷捜索用の無人機 UUV、栄光型掃海部を使用することとなっており、安全かつ確実に機雷を排除できるよう最新の装備が搭載されることになっているよ。また、この機雷捜索用の無人機 UUV は、自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 が採用されており、制御は自立駆動となっており、これまでよりも広範囲の捜索が可能になっているほか、サイドスキャンソナーとして高周波低周波合成開口ソナーを採用しており、これによって高周波にて小型ステルス化した機雷を探知し、低周波では泥質海底に埋没した機雷を高精度で探知できるようになっているんだって。このほか、情報統合システム C4ISR として、艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、指揮統制システム、各種武器システムなどをオープンアーキテクチャ OA 化して、それを標準化されたネットワークシステムへ組み込む形でシステム構成がなされているぜ。これは、今後、艦の兵装やシステムをアップデートしていくことを前提にシステム設計がなされているということであり、当初は最低限度の装備ベースラインで収益していき、その後、状況によって順次追加装備やシステムアップデートを行うことで、その時代に即した能力向上を容易に実現できるようになっており、艦の陳腐化を防ぐことを狙っているな。そして、最上型は他国の同規模の艦と比較しても大幅な小人員化が図られており、定員は90人となっているんだって。また、女性専用区間も設けられており、慢性的な人員不足に悩まされている海上自衛隊にとっては非常に有用な艦となっているってわけ。さらに乗組員もクルー制を採用しており、3隻に4組のクルーを配置することで、1組を休養に当てたとしても残り2組が訓練及び運用に当たることで、艦の運用効率を高めつつ、確実に艦の整備も実施できるとされているよ。機能性はもちろんだけど、乗組員のことまで考えて、細かい部分にまで気を使っているのが日本らしいよね。今回の最上型での省人化、省力化、コスト低減などは、米国の LCS での取り組みを日本版にアレンジして試しているという見方もあるんだ。米海軍では LCS の価格高騰、能力不足によりその取り組みは失敗に終わったけど、米軍とは違い、近海防衛任務を主とする最上型であれば、LCS のコンセプトに合致する可能性もあるため、最上型の今後に注目が集まっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
たきたきた、レールガンなんて中二病の最高峰だよ。ロテカのテンション振り切ってるな。だってあのレールガンだよ、超電磁砲だよ、コイン飛ばすだけでビルに穴開けちゃうんだよ。ちょっと待て、わかってはいたがそれアニメの話だよ。ちさかちゃん可愛いよね。まあ否定はしないが、とにかく現実的に考えようぜ。今回は現実的なレールガンの話だからね。でもやっぱりロマンだからね。早く本題に入ろうよ。わかったわかった、それじゃあ行ってみよう。まずそもそもレールガンとは、従来の火砲のように削薬の力で砲弾を発射するものではなく、物理学でいうローレンツ力、要は電磁気の力で砲弾を発射する近未来の兵器として、各国で研究が進められてきたものなんだ。レールガンの予備知識に関してはバッチリだよ。ガイデンまでしっかり主張済みだからね。知識の出どころがアニメってのがお前らしいな。でも実際、一足早く SF やアニメの世界では最先端の軍事兵器として描かれることもあったけど、現実の世界では実用化は遠く、実際に軍隊が使用するレベルに到達はしていない模様なんだよね。そうなの？あからさまに落ち込むなよ。世界各国の軍隊においてレールガンの実用化に対する意見は様々だが、日本では2021年8月末に公表された令和4年度防衛予算の概算要求にも同内容の研究が記載されており、将来的な投資を行う方向にあるよ。日本の防衛省ではレールガンの運用を、自国の水上戦闘艦に向けて発射される敵の極超音速対艦ミサイルの対空迎撃に用いることであったけど、将来的には対地及び対艦攻撃用への応用も視野に入れているらしいんだ。現在の日本の仮想敵国とされるロシアや中国が極超音速兵器のしるべ対策とも言える一環で、前者の対艦巡航ミサイルチルコンや、後者の DF-17 の脅威に、対抗する対空兵装とするのだろうね。ロシアのチルコンに関しては2020年10月および11月に、同国海軍のフリゲート艦アドミラルゴルシコスの VLS から、発射実験を行った際の映像が YouTube 上でも公開されて注目を浴びており、実戦配備も直近だと思われるぜ。この発射実験でチルコンは飛翔距離 450km、飛翔速度マッハ8だと公表され、スクラムジェット推進方式での石油系燃料として最高潮へといられる、飛翔速度のマッハ8をすでに叩き出しているとのことが、飛翔速度をマッハ6に抑えたら、今回達成した飛翔距離 450km の倍以上の距離が物理的には到達可能であるため、チルコンの最大射程が 1000km 以上になるという声も聞くぜ。一方中国の DF-17 はトンプー17とも呼ばれている極超音速滑空ミサイルのことを指し、2019年10月の軍事パレードで初公開されたが、全 DF-16 弾道ミサイルを改良し弾頭部分が極超音速滑空対仕様となっているよ。この DF-17 は推定値で水平飛行距離が 1400km、最大到達高度 60km、平均速度マッハ6以上の性能を有すると推測されており、最大高度到達後に弾頭部分の滑空体がマッハ3以上の速度で、目標に向かう恐ろしいミサイルなんだ。チルコン、DF-17 ともに飛翔速度が極超音速ではあるものの、既存の兵器、例えばアメリカのイージス艦が搭載しているような長距離艦対空ミサイルの、SM-6 などであれば終末時点で迎撃可能と言われているよ。だが SM-6 のような長距離対空ミサイルがない場合や、あった場合でも能力を上回らる方が攻撃等への可能性を考慮した場合には、より多層的な防空兵器の保有が望ましく、我が国の防衛省ではこれを念頭に考えているのだろうぜ。日本の海上自衛隊の場合、イージス艦コンボイ型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の合計8隻は、北朝鮮の弾道ミサイル防衛のためにも常備しておく必要性が高く、稼働訓練面でのローテーションからの余裕が少ないんだよな。このような不安を解消するために導入が期待されていた陸上設置型のイーグルアソアも、昨年2020年に発射後のブースター落下の安全性が担保できないとの理由で中止となってしまい、日本のミサイル防衛は修正を急いでいる状態だぜ。そんな状況下で電磁気の力で砲弾を発射するレールガンは、理論上では削薬を使用する従来の火砲よりも高速度でかつ、射程距離も長いということから注目を集めており、次世代の兵器としての可能性に期待されているんだ。削薬を使用しないレールガンは砲弾を爆発の圧力で加速させる方針が不要で、ネーミングにあるように伝導性の高い素材で作られた2本のレール間に、同じ素材の弾頭を置き電力による磁場作用でこれを発射するよ。当然、
新兵器開発には膨大な予算と軍事技術力が必要となることはレールガンにおいても同じで、20世紀以降世界最大の軍事力と軍事予算を投じ続けるアメリカがやはり先行してきたな。中でもレールガンの研究開発に着手したのは米海軍であり、2007年頃より研究部署である OMR オフィスオブネーバルリサーチが、英国軍事企業大手 BAE システムズ社と共同スタートしたぜ。BAE システムズ社は、イギリスを中心とする第6世代戦闘機開発プロジェクトテンペスト計画を主導しており、世界最大の海軍の依頼でレールガンの研究開発の任にも参画しているね。米海軍の ONR と BAE システムズ社は、2008年に射程距離約 370km、発生電力量 64MJ を当面目標に掲げて研究を開始し、アルミ製の弾頭を 10MJ で時速約 9000km で発射させることに成功したんだ。さらに2010年にこのプロジェクトは、当初の目標であった発生電力量 64MJ の約半分にあたる 33MJ を達成。プロトタイプのレールガン開発を順調に進め、2014年には艦艇に搭載してテストを行うとの発表もされたよ。プロトタイプのレールガンが搭載されることになった理由は、通常の船舶よりも幅の広い想像型の輸送船で搭載に広いスペースを必要とする関係上、都合が良いと判断されたからだな。当時レールガンを実装化する最有力候補として挙がったのが、2011年から建造が始められていたズムボルト級ミサイル駆逐艦であり、膨大な電力を必要とすると分かっていても、この艦との親和性が高いと判断されたからなんだよね。ズムボルト級ミサイル駆逐艦は大型のガスタービン機関で電力を発電して使用する、統合電気推進方式が搭載されており、発生した大電力をレールガンにも使用する案が考えられたんだ。はじめの段階でズムボルト級ミサイル駆逐艦の飛行は、従来の火砲に変えて AGS-155mm 砲と呼ばれるロケット弾の一種を搭載する仕様だったんだけど、レールガンは将来的に代替兵器となることを期待されていたと言えるよね。だが、ズムボルト級ミサイル駆逐艦が AGS-155mm 砲をはじめ、たくさんの新機軸を乗り込みすぎたゆえに建造費の高騰、そして米海軍が必要とする安定運用が困難となり、わずか3隻の建造で打ち切りとなってしまったんだよな。このズムオルト級ミサイル駆逐艦のリレーに連鎖するように、未来を見据えたレールガンの実用化は現時点では困難だと米海軍が認識し、2021年時点ではプロジェクトすらも中止となっているぜ。レールガンの実用化はまだ先ってことだね。ああ、だけど完全に不可能ではないってことだな。この先の技術力に期待すれば十分実現可能だ。いつかレールガンが配備される日まで、気長に待ってみようよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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